みなさんこんにちはレック専任コースのともですさて、令和4年度賃貸不動産経営管理士試験みなさん受験お疲れ様でしたはい、ということでですね今回は速報動画ということでまあちょっと短めの時間ですけれどもね、えー、ちょっと喋っていきたいなというふうに思いますがまず まあもう一番最初にね言いたいことはもうただ一つですね本当に、えー、もうあの難しい問題をね、えー、切り抜けてじゃあ皆さんも本当にお疲れ様でございましたはい本当に、えー、ねちょっと大変だなっていうのがまあ正直な感想ですね本当にまずまあ今回の一番の特徴としては個数問題が多かったってことですよね個数問題で十三問 で、えー、組み合わせ問題が8問ということになりますのでまあ合計ね、えー、個数と組み合わせを合わせると21問がまあつまりもう半分弱が ね、個数か組み合わせというですね、えー、もうその時点で結構大変だっていう感じの問題でございました。でまあ難易度そのものもねまああのー、まあこれ見てみた所感という形でありますのでまあまだちょっとね皆さんの,あのデータとかがね揃ってない段階なのでまあちょっとねこちらのこう肌感覚だけでしゃべることにはなるんですけれどもまああのー。 かなり難しくなったなっていうのが、ね、正直な印象です。はいということになりますのでね、えー、まあちょっと解きにくい問題も多くてね、えー、ちょっと心が折れながらね、えー、多分解いたっていうまあ、そういう感じになってくるでしょうかという話ですね。で、えー、まあ一応ですね今回の問題見てみてまあ,あのやっぱり思うこととしては、うん、やっぱり しっかりと全範囲の勉強、ね、いろんなそのね範囲ありますねでそこのところをきちんとやっぱりやってほしいんだなっていうところはすごく見えましたね何かっていうとやっぱりあのある特定の分野だけを集中して勉強してじゃあもうこの分野はちょっともう自分苦手だからいやここはもう捨ててしまおうかみたいな感じのことをあまりやってほしくはないのかなっていうね、えー、そういったところがですねまあやっぱり見えたかなっていうところはありますはいで まあ,あとはねあのやっぱり管理業法そこら辺がね、えー、結構出題の中心になっていったかなっていうところになりますね。ははい、ままずはですね、えーまあこの 管理住宅の問題が、ね、問いの1番からバンと続いていてで、まあ、あの例年通り現状回復の問題ですねそこら辺も出てで構造それから建築基準法、ね、それから、まあ、点検とかそこら辺の話から、まあ、設備は今年は、まあ、問いの18番のところで排水通気設備。 ですねでこれが結構だから個数で出てきたんですよね。はいで、えー、問いの19番のところ、えー、こちらが電気ガス設備ですねはいまあ、こちらあーね設備も出ていますということでこの設備のところもですねしっかりとやっぱりちゃんとね、えー、対策取れてるかどうかっていうところやっぱりここの2問取れるかどうかっていうところもね、えー、やっぱり結構 大事にはなってきますやっぱり設備のところをね結構あの軽視してしまう方とかも多いんですけれども、まあ、やっぱりそうするとちょっとねえー 他の人と、えー、ね差がついてしまうっていうところがありますので、えー、しっかりとねそういう設備とかそういうところまでしっかりちゃんとね、えー、手を回して勉強していたのかどうかっていうところはかなり、えー、ね大事になってくると思います。でそれから、えー、ね金銭管理とあとはあ会計ですね。はい、まあ会計、えー、今年出るっていうふうにね結構いろんなところで言われて、えー、やっぱりマトウエの二十二番のところで、えー、取材されましたというところで、まあここもしっかりとね、えー、まあ対策取れているかどうかっていうところ。 になってくると思います、はいでえーまあ、その後ね、と、え、ね、ーまあ、賃貸借借地借下それから保証市場退借があって管理業法を、えー、サブリースの話が来て、ねえーまあとは個人情報保護法ですね、えーまあ、そういった問題もあり、まあ、それからですね はいえー、宅建業者による人の死の告知に関するガイドラインとかですね、はいまあ、そういったものも出てきましたということで、はいまあ、本当にあのいろんな範囲からまんべんなく出てるなっていうところが、はいえー、印象ですねで、えーまあ、免除のところもね、えー、賃貸不動産経営管理士だとか、まあ、あの保険とかね、えー、税金とかね。ね であと、昨年は出なかったね、えー、プロパティマネジメント、アセットマネジメント、ね、そこの部分も、えー、今年は出題されましたということで、はいねえー、本当に、まんべんなく、えー、出てきてるなっていうところになります。でん、まあ、やっぱり うーん全体的に難しかったっていうのは、まあ、もちろんそうなんですけれどもやっぱりあのその中でももう本当にこれは取れるでしょっていう問題がしっかりあってでそこをいかに落とさなかったのかっていうね、えー、そこがやっぱり本当に大事になってきます。やっぱりだから、まあね、冒頭でも言いました通りちょっと苦手な分野が出てきてその分野自体をちょっともうここの分野はいいやっていうふうにやってしまうと。 ちょっと苦戦したんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ですので、まあね、まんべんなくね、広くね、えー、基本問題をちゃんと取ることができたのかっていうところでね、えー、勝負が決まってくるんじゃないかなというふうに思いますと。 はい、ねえー、まあ本当にね、あのー、結構難しい問題が多くて、ね、解いてる最中も多分何回かね心が折れそうになったりしたと思いますけれども、まあ、やっぱりそういうね,ね難しい問題は、まあ、やっぱり周りもみんなできないわけですからでその中でやっぱりね、えー、ちゃんと取るべき問題を取っているかっていうところがやっぱり大事になります。まあ、それは、ね、当然のことだから問問題題がががが簡単ろろうう難しかろうがやっぱりね、えー ちゃんと取取るべき問題を取ってね、えー、しっかりとね、えー、基本問題をきっちり押さえた人がやっぱり合格できるっていうことになりますので、まあ、やっぱりそこはね、えー、しっかり考えてね、えー、学習できた人がまあ、いい結果になるんじゃないかなというふうには思います。でですね、えー、今回ああののまずあの 予想正解一覧表というのがですね、えー、ホームページの方で、えー、見れるようになっておりますで、そちらのところにですね、えー、まあ、一応あの でもの回答と下のところに合格推定点というふうにですね、えー、書いてあるんですけどもあのこの合格推定点に関しては、えー、ちょっとあのこれえね当日の段階では発表ができないということになります、えー、まあやっぱりあの皆さんのちょっとどのぐらいできたのかというデータがある程度揃ってきてからでないとですねちょっと合格推定点をえねあの発表することができないのであのー ぜひですねちょっとあの皆さん、えー、何点取れたのかっていうところをですね、えー、ちょっと教えていただきたいと思いますあのそのデータがやっぱりあの集まれば集まるほどやっぱり正確な、えー、ね、うん、ジャッジができるのでやっぱりそのデータの数がやっぱりあまり多くないと、えー、ちょっとねあの こう合格ついてても出しにくいということになりますので、ね、あのこれを聞いている皆さん是非ご協力の方をお願いいたしますということではい、まあ、とにかくですね本当にあにまずはお疲れ様でございましたということではいえー、ね本当にあの大変な、えー、一日になったと思いますのでまずはゆっくりね、えー、休んで 明日以降、ね、えー、また元気に頑張って、ねえー、過ごしていきましょうということで、それではです、ねえー、短い時間ではございますけれども、えー、賃貸不動産経営管理士の、まあ、回答速報という名前にはなってますけれども、はいねえー、回答速報的な、えーね、動画を以上で終了したいと思います。えー、とににかく皆さん本当にお疲れ様でした